今日はですね、すごい台風スエルがバンバン来ておりまして、見る側からするとすごい面白い映像になってて、今撮ってる位置からどん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 右に流されて、一見右に出して逃げるんですけど、ちょうどこうバーンって来る直撃しちゃうっていう。です。今日はですね、すごい台風スエルがバンバン来ておりまして、結構撮れ高の高い映像が、サーフィンのライディングでも撮れましたし、あとはこうちょうど皆さんに見せたい映像が撮れたので、今日はそれを紹介していきたいと思います。かなりサイズがあったんですけども、ちょうどその波沖にゲットアウトするときに波を食らうシーンっていうのがちょうどたまたま撮れたので、で結構サイズもその時あって、見る側からするとすごい面白い映像になって、ぜひそれは最後まで見てください。お願いします。というわけで今回はその波を食らう、前回波に巻かれた時どうするみたいな動画を出したんですけど、それもぜひ見てない方はいたらそれもぜひ見てください。この辺に出てくると思うん で今回は新しく今度波に巻かれたらっていうか、もう波を食らう瞬間がちょうど映像撮れたので、ちょっとそれを解説しながら、いろいろこういう時どうすればいいのかなど の対処法じゃないですけど、紹介していきたいと思うのでぜひ見てください。はい、では行きます。で今回は動画を見ながら紹介していきたいなと思うんですけど、まず最初からこれ見ていただきたいんですけど、ちょっと玉石って言って石のポイントで、すごい岩がゴツゴツしてるとこから沖に出るんですけど、これも本当まず一般の人絶対できないと思うんで、こういうなんかエキスパートの方だけができるようなことなので、ぜひ一般の方は真似しないでください。でこの時台風のうねり入って、これポイント名はちょっと言えないんですけど、本当にハワイサイズで 4フィートとか下手したら5フィートぐらいあって、本当ダブルとかダブルオーバーとかって言えばいいんですかね、日本のサイズだとそんぐらいあったコンディションだったんですけど、とにかくもうこの玉石とか岩とか石の上から沖に出ないと、もう流れがすごすぎちゃって沖に出れないみたいな状況だったので、このギリギリ危ないとこからゲットアウトしたんですけども、で、これで最初、とりあえず、岩のセクションはうまくパスできて、パドリングするとこまで迎えて、パドルして沖に向かうんですけど、本当これ、映像見てもらいながらやってるんですけど、映像見ながらだとわかると思うんですけど、すんごいもう一気に、こう、カメラ撮ってる位置からどん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 右に、流されて、沖に出てくんですけど、流れに乗りながら出るっていうのは、すごく、いいことなんで、ちょっと、距離的には離れてしまうんですけど、実際この、カレントって言って、その潮の流れに乗って沖に出るっていうのが、波のサイズがある時とか、必須になってくる時もあるので、逆に、その流れと逆側に漕いで出る場合とかもあるんですけど、今回はその流れに乗って、本当危険なセクションはパスできるようにしました。で、これ沖に向かっている時にどん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 でかいうねり入ってくるんですけど、この辺は最初はドルフィンで回避してるんですけども、この後どん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 まだ波来るんですけど、本当この時は本当どんぐらいだろう、セット、4-5って言ったんですけど、この時はまだその見た目しか分かってないんで、感覚的にまだ初めて入って沖に向かってってるので、うまく、本当にこんぐらいなのかなっていうのをまだ想像も、想像だけの段階、本当に理解してない状態で沖に向かってってるんですけど、もうこれ、ちょっと、だんだんうねりが分厚くなってくるの分かります。沖に行くにつれて波が分厚くなってて、で、なんとかとりあえず、何本かパスできて、
ギリギリ回避できて、ああよかったと思ってギリギリセーフだったと思ったんですけど、こっからやばいんですよ、もう本当に。あ、これもう一個パスできますね。もう一本ドルフィンでギリギリ回避して、ああよかった、これで超えたと思ったんですよ。こっからやばいの一本来ちゃって、すっげえ右にダッシュで逃げるんですけど、ちょうどこうバーンってくる。直撃しちゃうっていう。この瞬間、これちょっとスローとかでもう見てもらえたらよくわかると思うんですけど、これ実際映像だと、一瞬だと、これ思いっきりドルフィンしてるように見えますか？見えないか？どうですかね？これ実際僕はもうドルフィンできないと思ったんで、ボードを捨てて、下に潜ってしまったんですけど、この瞬間、このギリギリの瞬間、これちょっと見てください、ほんと。というわけで、これスローで、ちょっとぜひ見ていただきたいんですけど、これもう本当に、もう迷ったっす、いろいろ。左に逃げて、インパクトを避けるか、もう右に、フルダッシュで逃げて、波を回避するか、って考えて右を選んだんですよ、僕は。右を選んだことにより、この、真下。ちょうど波の真下で食らうことになって。ドルフィン無理だなと思ったんで。これちょうど久々だったんで。波食らうのが。だったんで、もう結構フルダッシュで逃げたんですけど、なかなか、いきなり一発目にこれ食らっちゃったんで、2分ぐらい。もうメンタル崩壊して、もう結構最初、全然、この後沖は出れたんですけど。超大変でした。で、まあこれ、最後まで見てもらえると、ちょうど下って吹っ飛んで、岸に戻されて、もう一人の子にパドル抜かれてるみたいなのもよくわかると思うんですけど。これ本当に、こういう瞬間多分皆さん、波のサイズ問わずであると思うんで、本当胸ぐらいでも頭ぐらいでもこういうことあると思うんで、台風スエルとか、こういう、台風のスエルだと、波の押しが強いんで、こう波のスピードも速いんですよ。これも結構僕、パドル速い方で、すごいダッシュで早めに気づいて早く逃げたんですけど、それでも間に合わないぐらいこの波のスピードで割れちゃって、しかもこれもちょっとチューブバレルっぽい波だったんで、そのバレルのリップがもうギリギリ僕に当たりそうになるっていうぐらいもう直撃だったんで、でもまあなんとか吹っ飛んだっすけど、苦しかったけど回避ができたんで良かったです。でもこの日もうこれ一発食らったことによってアウト出て、まあぜいぜいでも、さすがの僕も、トレーニングとかはしてたんですけど、海、波ない期間が多かったんで、これ下ってもうすげえ、もう30分くらいやられてました。ほんとやっぱり、もう沖に出る1回目に波下っちゃうと、メンタル、もうやられちゃうんで、いかにもそれは経験だったりとか、あとは体力をやっぱりつけておくことがすげえ大切だと思います。でこの日使ってたボードが、これ、510で、510ハーフ、ほぼ511と510の間の長さなんですけど、まあこのサイズにしてはまあ短いんですけど、まあ、日本だとやっぱり海外に比べてパワーはちょっと弱いんで、そのぐらいのサイズでも平気かなと思ってこれ使ったんですけど、ニューボードだったんでこれ、もう絶対降りたくなかったんで、逆にドルフィンは、選択しないで、板を捨てて、ちょうどギリギリリップの下、でもさらにそのリップが当たらない板に当たらないように潜ったんで、まあ、その辺うまく回避できたんで、板はボードも折れずに済んだんで、その辺良かったです。でこれコツなんですけど、ちょうどこの波食らう瞬間にリップが割れてリップが水面に当たる瞬間があると思うんですけど、この当たる瞬間のところにいると本当に危ないので、当たってリップが水面に当たった時に、当たったらバーンって跳ねるんですよ。スープが跳ねるんで、波のリップがバーンって上に跳ねるんで、その跳ねる下に入れると、そのインパクトを回避できたり、などもするんで、その辺うまく、その波が割れてきたらみんな焦って、絶対沖に行こうとかって思う方もいると思うんですけど、そうじゃなくて、その波のリップが割れるタイミングをよく見ることが大切です。
でそれをうまく読んで回避することによって、その自分に当たる衝撃が少なくなったり、ドルフィンする時も一緒で、板捨てる時も一緒ですけど、そこをうまく読んでやれると本当に簡単にスッってあの波の下から出れたりとか、潜ってもスンって上にすぐ出れたりとかもするんで、それはぜひ参考にしてください。これはもうみんなやってるので、トッププロもやってますし、本当 CT 選手とかもその波が割れるタイミング見計らって潜ったりドルフィンしたり、自分のその力量に合わせてやれることをやってるんで、その辺は他の YouTuber の人とかも絶対上げてないと思うんで、これはぜひ参考にしてもらえたら嬉しいです。はい、皆さんどうだったでしょうか。今回は波タイムスウェルがガンガンヒットしてたということで、波の食らう瞬間をちょうど撮れたので、それを紹介させていただきました。まあ、一つワンポイントアドバイスですけど、すっげえ重要な情報を入れたので、それはぜひ波のサイズ上がった時など使えるので、皆さんぜひ参考にしてもらえたら嬉しいなと思います。でも本当に台風スウェルはパワー、波が止まっちゃって沖に簡単に出れちゃう時などもあると思うんですよ。なんで自分の力量に合わせて必ず無理せずやってください。それで事故につながっちゃうことなどもあるので、自分の実力をしっかり理解して、まあ、知り合いと一緒に海入るだとか、道具をちゃんとメンテナンスして海に入るなど、そういう重要なことをおろそかにしちゃうと事故につながってしまったりとかもするので、必ずそういうところをしっかり見た方がいいと思います。で特にリーシュコードってサーファーの本当サーボードと自分をつなぐ命綱があると思うんですけど、本当リーシュコードは簡単に台風スウェルで切れてしまったりとか知ってしまうので、このリーシュがダメだとかじゃなくて、必ず台風前とかそういうパワーのあるところで入るときは新しいリーシュコード、リーシュを買ったりとか、本当に新品を使うぐらいにしないと本当簡単に切れてしまうので、その辺は必ずやった方がいいと思います。僕も絶対でかくなった時とかはちょっと太めのリーシュにしたりとか、新品を必ず使うようにしてます。そうしないと一回切れちゃうと リーフのポイントとかだと板吹っ飛んでってどっか行っちゃったりとか、本当リーフにぶつかって板ぶっ壊れちゃったりとかもするので、その辺は必ず皆さん気をつけてやってもらえたらいいなと思います。今回はこんな感じですかね。ちょっと長くなってしまいそうっていうか、なってしまってると思うんで、まあでもいい情報入れてあるんで、ぜひそれが参考になったなと思ったら、いいねとコメントもいっぱい待ってるんで、返信するんで、ぜひしてください。よろしくお願いします。今回はこんな感じです。ありがとうございました。